ジャムの皆さん、こんにちは。ご存知かと思いますが、本日は成人の日です。成人を迎えた皆様、おめでとうございます。ありがとうございます。皆様のこれからの人生がより一層素敵なものになりますよう、 JO1 以上お祈り申し上げます。そしてなんと僕たち JO1 にも、今年度に成人を迎えたメンバーがいます。たくみん、おめでとう。おめでとうございます。かっこいいな。いいね。イタリアのサッカー選手みたいな。かっこいいんだよな、マジで。めちゃくちゃ似合っとう。たくみくんは成人を迎えた日はどう過ごしてましたか？はい、僕は去年の6月23日に20歳になったんですけど、その日はお家で家族とご飯食べて、ケーキ食べて過ごしました、うん、おー、いいですね。かわいい、かわいらしいです。ちなみに、未成年のメンバーは成人したらしたいことは何かありますか？キマト。キマト。そうですね、僕は、まあ、純喜くんの作るカルボナーラが食べたいですね。あー、いいんそれで。いいっすよ、本当に楽しみにしてます、本当に。作ってくださいね。作ります。作ります。スカイ。おお。成人になったら、やっぱり、たくみくんみたいにかっこいいスーツ着たいですよね。それと、成人になってからしか、ね、経験できないことってたくさん増えると思うので、やっぱり、純喜くんのカルボナーラ。カルボナーラ。成人関係ある。いつでも食える。やっぱり、めちゃくちゃ責任重要だね。それぐらいのね、成人、祝いぐらいのカルボナーラを作れたらいいなと。ちょっと喜んでるよ、ね、嬉しい。ね、それじゃあ純喜のカルボナーラを楽しみにしてます。それでは匠、はい、最後に新成人としての意気込みをお願いします。はい、去年はすごく人生がゴロッと変わった年だったんですけど、今年はこの JO1 のメンバーと、皆さんと一緒に世界に向けてもっと全力で頑張っていきたいと思いますので、支えていただきたいです。そしてこれからも JO1 のことをよろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。そして皆さん、本当におめでとうございます。たくみおめでとう。はい、おめでとうございます。本当におめでとう。はい、というわけで以上 JO1 でした。